宗吉公は、津島国府中藩十二代藩主。ただし、第十一代藩主で同母兄の伊三郎と同じ人物として藩主に擁立されたため、第十一代藩主とみなされることもある。安永2年2月29日、第十代藩主、宗吉徹の六尾として生まれる。ただし、江戸幕府の記録では、兄と少年を合わせるために、明和6年生まれと報告している。 天明五年に、兄で、第十一代藩を主だった伊三郎が死去したが、伊三郎は、第十代将軍、徳川家治に、おまみしていなかった。改役を恐れた、家臣団は、幕格の死者もあって、伊三郎の弟である富樹と種子と武器のうち、死去したのは種子と武器であるとして、富樹を偽行に、種子と武器を富樹にそれぞれすり替え、そして、富樹が家督を継いで藩主となった。 ただし、幕府の記録では、兄に合わせるため安永7年相続ということにされている。天命7年から申請を開始し、倹約の徹底や公部署、公学所の設置などに努めたが、もともと病弱で弱年のため、家臣団は主導権や公益をめぐっての派閥争いを繰り返し、藩も財政難になるなどの混乱が続いた。完成2年11月、14日した。 自重、津島守、四季部大輔に助任される。文化9年10月2日、家徳を、次男の義室に家徳を譲って隠居する。文化10年5月17日に死去した。去年41、ありがとうございます。